三好義継は、戦国時代の武将、大名。河地国の戦国大名。三好氏本家の事実上最後の当主である。天文十八年、三好長家の実弟、東郷一存の子として生まれる。はじめ東郷重有と名乗っていたが、永禄4年4月に、父が急死すると、幼少のためおじの三好長家は5月1日に、東郷家の老身に、 7月20日に乳母にそれぞれ養育することを約束した。A66 年8月に、いとこで、長兄の生死であった、三好義雄が創生したため、長兄の養子として迎えられ、三好生に改めた。当時、長兄の後継者候補には他に、自定のあたけ冬、康氏やその子、信康、さらに長男と三好十九の三人の息子たちがいた。長兄が、 三好世で、息子が三人いる実球からではなく、息子が一人しかいない一存から養子に迎えたため、東郷家は、実球の次男、有保を養子に迎えなければならなくなる。なぜ、このような不自然な養子相続関係を結んだ上で、茂有が後継者に選ばれたのかは、九条家との関係が考えられる。九条家は、足利義春、足利義輝と二代にわたって、 室町幕府将軍の性質を出したこの家と対立しており、これに対抗するため、九条種道が一存に娘を課していた。こうした九条家と三好一族の近い関係が、重有を後継者に押し上げたと考えられる。永禄七年6月22日、重有は、三好長一や松永久道ら4000人を従えて、上落し、これに大納言の広橋国光や、 宮内京の清原重方、三位の竹内木春らを、加えて、二十三日に、吉輝に越見して、家督相続の許しを得ている。その後、長兄が、重病のため、直ちに、京都を離れて、河内飯森山城に戻った。七月に、長兄が死去すると、重有は、後見役の三好三人衆、岩成智道の指示を受けて、家督を継ぎ、名実ともに、 三好家の当主となる。家徳相続時、重臣の松永久秀や三好三人衆が、三好家の屋台骨を支えていた。本来の着難であった、三好義沖の創生、及びその後の畑冬、安氏の粛清など、混乱の中で、家徳継承をした若年の主義ありは、権力地盤が弱かった。A68 年5月1日。 重有は義輝から、義の字をたまわって義重と改名、義輝の創生により、左京大部に任官された。しかし、5月18日、三人衆や松永久道を伴い、京都へ上落、翌5月19日、突如二条五所を襲撃し、義輝を殺害した。襲撃前夜の18日、義継は一万近くの手勢を引き連れて上落したが、京都に緊迫感はなく、 吉輝も全く、三好軍を警戒していなかった。白中堂々軍勢を率いてきた三好軍に対して全く警戒していなかったことから、吉輝殺害事件は偶発的に起こったのではないかという見解もある。この事件は久秀が主犯の殺害事件であるかのように後世には伝わっているが、久秀はこの時京都で、吉継ツと共にはおらず、山和国におり、 吉シテル殺害に関与していない。軍勢を指揮していたのは、吉次や三好シ一と、久道であり、このことから歴史学者の天野忠行は吉次を吉シテル殺害事件の指揮者の一人とみなしている。吉シテル殺害事件の直後、名前を吉重から吉次へと解明している。天野は、この解明を、示唆的な解明と解釈しており、三好本家の当主が、 武家の秩序体系において最高位に君臨する足利家の通詞である義の字を次具と表明したと解説、義継は足利将軍家を必要としない政治体制を目指したと推論している。変後、キリスト教宣教師を京都から追放した。だが、三人衆と松永久秀は不仲になり、三人衆は三好家の旗頭として義継を 擁立、11月16日に三人衆が、飯森山に押し入り、吉継奉行人の長与県、厚塩や金山長信を殺害。吉継は三人衆によって、飯森山城から河内高谷城へ身を移され、吉継は三人衆と共に久秀と戦うことになる。戦況は三人衆側が、終始有利で、やがて三人衆が、本国阿波から吉照の重邸にあたる足利義秀を、 呼び寄せると、三陣衆や篠原長房ら三義政権首脳人は、義秀を次の将軍にすべく尊重する一方で、義継をないがしろにしていった。このため、義継の側近たちの間に不満が募り、義継の悲観である金山信沙だが、義継に三陣衆や長房との手切れ並びに、久秀との結託を強さし、これを聞き入れた義継は、永6十年二月十六日に安永と、 安見宗ふと共に出陣したと見せかけ、少数の悲観を引き連れて三陣衆の元から逃れて、高屋城から脱出、堺へ赴き、久秀と手を結ぶ。足利清によると、義継は弱敗ゆえに実権を三陣衆、長ふ三好安ながらに握られており、形式だけ総大将であるものの、将軍、足利吉秀は義継を礼遇し、三陣衆、長ふ 安ながらも、吉秀のところへばかり出資するため、金山鶴が守るが不満を抱いて、吉継に離反を流したとする。また、足利良きは、金山春光森は、吉継の乳母の息子と伝える。また、吉継出本直前に出された、金山春光森宛の篠原長房所状では、 義継が三人衆への不満を長房に相談したことが触れられており、出本後の南山城国人、津ばいま宛ての義継書状でも三人衆を悪逆武道とし、松永久秀の大中を見放せず離反したと述べている。義継との結託により三人衆と久秀の争いは、若干久秀が有利になったが、戦況の膠着は継続し、決着はつかなかった。 義継は、大和で、筒井純慶と結んだ三人衆と、交戦、10月10日の東大時代仏伝の戦いで、松永勢が勝利し、久秀の勢力が持ち直す契機となった。A61 年に、織田信長が、足利義明を擁立して上落してくる際、松永久秀、及び彼と手を組む義継は、信長の上落に協力した。天野忠行は、 信長の上落は、久秀と義嗣が招いた結果であり、後の彼らの末路を考慮すれば、この判断が間違いであったことは言うまでもないと指摘する。義嗣は、久秀と共に降り、河内北半国と和歌江城の領有を安堵された。A62 年1月に、阿波から紀内に上陸した三人衆が義昭を襲撃すると、紀内の信長派と合わせて三人衆を撃退。 3月に信長の仲介により、吉明の妹を埋め取る。その後しばらくは、信長の家臣として三人衆など機内の藩信長、勢力と戦っていたが、元気2年頃から久秀と手を結んで信長に、反逆し、信長法移毛の一角に加わった。元気3連には、小田方の畑山秋高や細川明元と川地、節摂津方面で戦い、勝利している。 しかし元気4年4月、信長最大の強敵であった武田信玄が病死すると、織田軍の犯行が始まり、7月には義兄にあたる足利義明が信長によって、京都から追放され、室町幕府は滅んだ。追放された義明を和解において庇護したため、信長の怒りを買い、天正元年11月、信長の命を受けた。 佐久間信盛率いる織田軍に和解状を攻められ、和解三人衆と呼ばれた重臣らの裏切りにもあって、和解状は落城し、妻や子供と共に自害して果て、首は信長の元へ届けられたという、去年二十五。これによって、戦国大名としての三好家の着流は断絶した。信長後期によれば、妻子を視察した後の外へ繰り出して、多くの敵を倒した末、 腹を十文字に裂いて果てたと伝わる。信長後期の著者、大田牛一は、その最後を、比類なきを働き、哀れなるありさまなりと称賛している。三人衆は、信長の前に破れ壊滅状態となり、久秀は信長に降伏したため除名されたが、後に再度無本を起こして廃止した。香川県の伊吹島の三好氏には、吉継の嫡男、吉金と次男、 義持の子孫であるという家系図が残されている。それによれば義持は、大川一太郎と名乗り、東郷有穂の世話により武器島に逃れたという。兄の義兼は、阿波に逃れそこで成人したが、有穂が突撃川の戦いで戦死したこともあり、家臣数十期を伴って、弟のいる伊武器島へ移った。しかし、伊武器島在来の豪族、豪田氏と勢力争いとなり、 天正十六年に吉兼は銃で撃たれて、深手を追い自陣して果てることとなった。吉兼の着難、正次の子、義城は、佐抜の国主となった江駒市より、万所のお墨付きを授かり、以後代々作衛門を名乗った。伊吹八幡神社には吉兼主従が、伊吹島にたどり着き、神宮に正門を捧げている姿を描いた絵馬が残されている。また、三難に、 三好長元がいる。義継の妹は義継を裏切った若江三人衆の一人、楢を綱地の妻となっており、その子、孫九郎は三好周囲に養育され、三高生価値と名乗って織田信長に仕え、義継の名跡を継ぎ河内国で五千四百九十国を与えられた。石山本願寺との戦いでは、軍港があり、信長から感情と、甲冑、陣羽織。 青江義次の担当を与えられている。豊臣秀吉に仕えた後、北満所の元へ配属となり、関ヶ原の乱では豊臣秀頼に属して大阪にあったが、戦後に浪人して交流のあった黒田長政の家臣となりに宣告を付置された。大阪の陣では河内国の案内役として黒田軍の先陣を務めたという。7年に生勝はこの生子を残して、 黒田家を自主教都佐賀の天竜寺に干挙した。しかし、北満どころに仕えていた頃に、面識のあった浅野長明に誘われ、広島藩に飯抱かかえられ、その子孫は、広島藩主となって先手者頭や番頭といった藩の重職を務めた。広島藩三好家七代目の暴行は、浅野長剣の子で、三好家を継いで、広島藩の年寄り役を務めており、三好家が、 広島藩の中でも高い価格を誇ったことが伺える。聖勝以降、生光、防災、聖清志、生宝、棒束、房高、吉高、吉厚、吉重と続き、明治維新を迎えた。常山治団は、吉次の滅亡後、三好家の料理人が織田信長に囚われ、主観するに至った話を記載する。それによると、壺内という名の、 仙台三好町景に仕えた料理人が信長に囚われ、信長の家臣が彼を推挙した。しかし、壺内の料理を召した信長は、水臭いと奮闘した。壺内は翌日料理を作り直し、今度は信長の口に合い、主観がかなった。しかしこの時、壺内は、昨日差し出した料理は、三好家の風味に合わせた料理であったといい、さらに、三吉家は、三吉これ長より五代。 久保家のことを取り、日本の祭りごとを取り輪からひぐれば、何事も、ひしからず、その好むところ、第一等の安梅と、三好家の風味を弁護した。この逸話から長江正一は、三好家の人々は、京都の上流階級草王の食事をしていたと判断している。ただし、常山治団は、戦国期より100年以上後に書かれた書籍であり、正確性は万全ではない。 今谷明は、吉次は、仙台長兄とは似ても似つかぬ、劣った器量であり、それに加えて久秀と三人衆の対立などもあり、機内の人々は、三好政権に失望し、滅亡の端緒であると噂しあったと評している。一方で、中西祐希は、吉次に対する、現代人の評価は、芳しくないと前置きした上で、そうした評価の多くは錯誤であり、近年は、 再評価が進んでいると指摘している。四国大学文学部専任教師の須藤進劇は、吉継について、最後まで、お飾りから脱却できず、存在感を示すことができなかった人物だと、表している。一方で吉継の最後については、三好家の終焉を飾る最後の投手として、また武士として、見事な最後であったと激称している。信長後期において、 義継の最後の戦いぶりを表す、比類なしという評価は、名称、馬場信ルの長篠の戦いでの戦士と同等の評価である。天野忠たは、先代、長慶の葬儀を主導した義継の行動から、足利幕府による既存の秩序を解体し、三吉家による新たな時代を変革しようとした足利家を克服しようとした人物だと義継を表している。だが、 その一方で、現実における、義継の力はその思想を実現させるほどにはなかったとも評している。ありがとうございます。